いやー楽しみ。お、あーはいはいはい、ミッドカルから出た、ミッドカルから脱出したところからなのでこういうムービーなんだ。リメイクの方ではこのムービーなかったですね。あくまでリバース用なんだ。あ、しかもセフィロスのテーマかかってる。片役の天使だ。うん、来るわけね。めっちゃかっこいいじゃん、まとめ。あー、やったやった、戦った戦った。早くこれね、クラウド早く来い。あー、いいね。ミッドガルハイウェイから中継、前回の終わりからスッとつながる感じだ。ご覧いただけますでしょうか。うんうんうん、ビルが完全に倒壊し、あれ、道路が崩落しております。あれってそうなんだ、もうセフィロスとちょっと戦った感じになってるんだ。火の手が上がっているのが、ビルがってことは、へえ。現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。そうなるんだ。爆破事件、うん、7番プレートなんかね、7番プレート崩壊に続き、フィーラーのミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が、はいはいはい、0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。あれって別世界みたいな話かと思ってたけど違ったんだ。ドミノ市長と市当局はシンラカンパニーの助言を得て、うん、この竜巻は反シンラ勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。未知の、現在停戦中、かわいそうに部隊の関与も視野に入れて引き続き調査するとのこと。まあ、もしかしたらマテリアっぽく見えるのかな。ウータイね、シンラカンパニーと戦っている、敵対している会社というか国ですね。ウータイはで、ユフィの出身地のウータイですね。で、FF7 オリジナル版ではそんなにウータイとアバランチの絡みはなかったんですけれども、リメイク版の方、まあ、今回のリメイクの流れではアバランチのね、本体とバレットがいる分派っていうところ、まあ、特に本体とウータイが関わりあるみたいなところが描かれてましたね。オリジナル版ではバレットたちしかね、アバランチっていなかったような気がするんですけど、まさかねリメイクになって本体と分派があって、まさかしかも別れた方がバレットたちなんだとは思いませんでしたけどね。あー、すげー綺麗だな絵の綺麗さに注目。あこの音楽、このね、魔鋼がね、こうやってライフストリームが漏れてる青い光のところでこの音楽かかったらもうちょっとテンション上がっちゃいますよね。やっぱエアリス出てくんのかなって。あ、白い羽、この白い羽はですね、アンジールがこの白い羽でしたね。クライシスコアに出てくる。あ、マジ？ザックスとクラウド、これね、ザックス生きてるのかな、どっちなのかなって思ってるんですけど、生きてんのかな。うわ、めっちゃ生きてそうな音楽。本当に神羅兵と戦って生き延びましたみたいな。おー、いいね。いや、絶対これ本編に関わりある見どころポイントって言ってよかった。リバースだよね喋りすぎか、早くももうこれカットが大変だな。お、え、マジ、え、ザックスから、うわ、クソテンション上がるんですけど。え、これそもそも、あ、でも7番プレート崩壊、あれザックス未来に来てない？あ、世界が変わってるんだ本当に。え、じゃあこの世界にクラウドって2人いる？現在も倒壊したハイウェイでは神羅軍によって捜索が進められています。ハイウェイ崩壊したのってクラウドたちがミッドから抜け出した時だからね。あ、元ソルジャー、バスターソード、あ、バスターソード2本ある。え、マジ？やばくない？え、これアンジールって思うんだ、だから。あ、違うわ。でもバスターソード自分しか持ってないもんね。え、どういうこと？やばいってやばい。え、バレット？あれは救助された方でしょうか？ティファ？嘘。なんで？世界線が、世界線が混ざ、あ、レッドサーティン。え、世界線が混ざってるのか。ザックスが飛んできたのか。回収対象者、え、エアリス。でも服装はね、ちゃんとセブンの時のエアリスなんで、クライシスコアの時のセフィロスはね、赤い上着着てないんですよ。だから時系列的にはやっぱ今だ、今っていうのがおかしいけど、リメイクの時系列だ。あ、てかすごいな、神羅テレビなのにこんな記者魂出す人いるんだ。あ、でもクラウスもうテンパりすぎちゃって、クラウドが行方不明ってことはクラウドは過去の方に来てるんだ。あ、こいつ情報屋のキリエちゃんだったっけ。
目合っちゃったから。ザックスはね人懐っこいんですよね。あ、こいつ見てて。あ、そうそうそう、ちょっとね友達魔光中毒は見たくないよ。あ、クラウド肩のイガイガがないね、やっぱりまだ。うわやば、え、ザックス操作すんの、え、やばくない、マジ。あ、だからレベル50、あのリメイク版だとねレベルの上限がマックスで、あのリバースに引き継げないんですよね、レベルを。なんでかなって思ってたんですけど、こうやって世界がなんかちょっと変わるような感じになるから、レベルっていう概念ってか引き継ぐとか情報とかそういうの無理なんだ。もう何言ってるか分かんないえ、うわ、ザックスやん、ザックスやん、え、ザックス操ってる、え、これやばいな、やばいな。え、ザックスもね、あのクラウドの前にバスターソードを持ってた人で、ね、アンジールっていうキャラから託されたバスターソードなんですけどね。あー一緒だ。クラウドは自分が配信でやった時はね、魔法マテリアとサポートマテリア、青いマテリアの2つを組み合わせてたんですけど、ザックス君は魔法マテリアを2つ入れてるんですね。マジかマジかマジか、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、写真だけ撮っていい？あ、じゃあやりますか。え、ザックスがパーティーメンバーたちと会うんだ、オリジナル版の。え、てかザックスがパーティーメンバー入りするってこと？え、ゴールドソーサー俺ティファと乗るって言ったけど、ザックスと乗りたいもう好感度マックスかもしれんけど、クラウドとの好感度はねマックスかもしれんけど、俺はザックスと乗りたい。え、やばやば、汗めっちゃ出てきた、熱っこのゲーム。え、じゃあクラウドは魔法中毒のままってこと？え、どういう設定で生きていくんだろう。っていうかここどこ、あ、バスターソードを所持しているって。え、うわうわうわ、ここなんかね、クラウドとザックスがね、神羅兵に囲まれて、ザックスが途中退場というかね、死ぬことになった戦いもね、こういう荒野の場所だったんでね、思い出しますね、そういうの。でもあそこにね、エアリスとレッド13がいるってことなんで、うわ、合うんだ。じゃあやっぱ、言葉が出ないな。本当に世界線違うんだ。あ、これどうやって、ああ、はいはい。暴れるかもしれん、クリア。あ、レッド13も鎮圧されたってこと？てか死んだビルこんなことになってるんだったら、あ、そうね、エアリスを守るよね。え、アタックチャージ、あ、クラウドと全然モーションが違う。あ、ちょっと待って、クラウドより強い。え、嘘嘘、なんでこんな回れるのこの子アタックチャージって何？あ、三角でなんかそういう技スキルみたいな。え、こんなね、クラウドはね、あ、ジャーナの声、懐かしい、クライシスコーの時と一緒だ。うわやば、これちょっと待って待って待って、クラザックスかっこよすぎ。え、ブロックとか、え、これちょっと待って、ジャスガみたいなあれがあるの。あ、ジャスガみたいなシステムがあるえ、いろんな知らないことが知れる。強いザックス。あ、ごめんね、あのニヤニヤしながら戦っちゃってるわ、神羅兵に申し訳ない。え、多分今回の実況音割れやばそう、テンション上がりすぎた。あ、まずいなって思うんや。とりあえずエアリスを助けようとするってこと？え、何するの何するの。え、ああ、まあさすがザックス、こんな体験持ってるぐらいだからね、強いんだよね。でもザックスこの時点で、クラウドと一緒にセフィロスコピーとしてのね、実験をされてるはずなので、神羅側、元神羅のソルジャーというか、ザックスは神羅のソルジャークラスファーストだったはずなんですけど、もうまあ実験体にされたし、さっき殺されかけたしっていうのもあって、もう完全に神羅を敵対視してる感じなんですね、この感じだと。てかザックス HP とかもねえわ、強っ、最強やかっこいい。でもせっかく逃げ延びたのにまだ戦わされるんや。うん、エアリスどんな感じ。あ、息してる。え、レッド13も助けてあげて。あ、そう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 、ナナキ、え、ありがとなで終わり？もうレッドサーティン死んだの？え、バレットとティファは？この世界線はこの世界線で一体何なの？あ、まあそうよね。でもレッドサーティンとエアリスをきっと取りに来たというか、確保しに来たって感じよね。よくこんなんで見つからんな。うわ、懐かしい。ザックスの衣装が懐かしい。うん、何事、いや、こっちのセリフ、何事、本当にエアリス、うん、帰ってきたぞ。
本当よね、一緒に花売ろうねって話してたのにね、エアリスのためにねクライシスコアでね綺麗な豪華なゴンドラを作ったはずなんですよ。ゴンドラっていうかあのカゴ、え、白マテリアが落ちた。そう、リボンの中にエアリスはね黒マテリアの対となる星を救うためのね白マテリアがあってですね、エアリスが何の役にも立たないのって言ってたんですけど、そんなことはない、大事なマテリアなんですけど、え、エアリス死んだの、え、逆にザックスだけが生き残る世界ってこと。いや、まあクラウドは生きてそうだけど、え、どういうこと。じゃあこの世界のセフィロスとかはどうなってるの。え、これあれ、あらららら、ザックス編終わり。え、ザックス編とクラウド編が2面でいくってこと。あ、これこれ大事ですよ。クラウドとティファがニブルヘイムについて語るんですね。あ、ニブルヘイム近郊、俺は16歳だった、私は大丈夫って、なんで何の話をするんだろうっていう感じだと思うんですけどね。ティファはこれあのクラウド君ソルジャーじゃない、ないです。神々。クラウド君ソルジャーじゃないです。はい。セフィロスとザックスが一緒に行く任務にクラウドは一般兵として参加してるっていうところですね。あ、そうなんだ。もうミッドガル出てすぐこのニブルヘイムの過去の話をするんだ。なるほどね。すごい雨だな。はい。クラウド君クールな感じの喋り方してるんでおかしいですよね。これザックスの気分はどうだ。これ今話しかけられてる方がクラウドです。ほら金髪、ちょっと後ろの方で金髪なんですよ。こっちがクラウド、この一般兵がクラウドで、こっちが本当はザックス。だってクラウドこんなことしないでしょ。え、ってか演技うま、準備は OK、 ザックスっぽい演技うま、 OK、 これは誰なんだろう。こいつは誰か知らんな。多分ザックスがね故郷に帰るってのはどんな感じなんだみたいなことを聞くはずなんですよ。そのそれを聞く相手が本当のクラウド、多分あの乗り物用意してるやつがそれのはずなんですけど、はい、ザックスそういっつもスクワットしてたんですよ、任務がない時も。あ、まともな時のセフィロスだ。あの今からニブルヘイム行ってね、自分の出生について、出生というかね体のでき方というかね、ちょっと自分ってモンスターと一緒なんじゃないのみたいなことをね知って頭がおかしくなるセフィロスくんなんですけど、まだこの部分はおかしくないセフィロスですね。タークスみたいな仕事、クライシスコアの時にねいろいろ雑用じゃないですけど、そう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 、あのザックスは英雄になりたい欲望が強くてですね、セフィロスみたいな、なんで、うん、ほう、そら、ほらほらほら英雄になりたいんですよ。この任務は老朽化した魔法炉の、これ表向きはこうなってるって感じなんですよね。残念ながらタークス案件に近い、このなんでこの、しかもその魔法炉の調査に2人があの抜擢されたかっていうと、老朽化された魔法炉の影響なのか、モンスターがめちゃくちゃ強くなってるんですね、ニブルヘイムのところ。なのでそのタークスじゃ対応しきれなかったから、このセフィロスクラスファーストのねソルジャー2人がね連れて行かれるというか、駆り出されて調査しに行くというところなんですけど、まあジェノバの影響があるんですね。それが多分明らかになると思います。でニブルヘイムは俺の故郷だは違うんですよね、ザックスの故郷じゃないです、クラウドの故郷なんですけど、今クラウドはザックスになりきってるんでこんな感じの会話になってるんですね。でここね、この話を聞いてるティファがどう思うんだろうなっていうところを知りたいですね。あー、セフィロスかっこいい。クラウド、そっちは任せる。頑張ります。あ、かっこいい一撃よ。頼れる先輩なんですよね、結構親しげに話しかけてくれるし、やっぱ強いっていう英雄。え、かわいいなクラウドの表情。まあ本当は中身ザックスなんでこんな表情はしないというか、あの乗り物酔いでおどおどしてるだけなんですけど、本当のクラウドくんは。あ、セフィロスくん、荷台で待ってろ。まだ子犬のザックスにはまだまだ荷が重かったですね。え、え、嘘嘘マジ、セフィロス様を操れるので、うわ、セフィロスの避けるモーションすごい。この避けるモーションさ絶対、え、パリーとかあるし、あ、防御したらもうパリーモードなんだ。あ、パリーカウンター、へえ、こんなんできるんだ。あ、え、嘘、え、なんかパリーすることによってなんか溜まる感じか。あ、ちょちょちょ、もうちょいもうちょいもうちょい、あ、嘘、そんな攻撃。え、面白い、いろいろやりたい。はい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 、あ、いいよいいよいいよ、あー、かっこいいね。あ、なんだこれ、何回も撃てるぞ。え、
セフィロスはね、あとですね、あのこうやっていろんな攻撃してますけど、マテリアとかもめちゃくちゃオリジナル版では育っててですね、こいつが使う魔法がめちゃくちゃ強いんですよね。本当ソルジャークラスファーストに恥じない、英雄に恥じないような無類の強さを誇るキャラでしたね。憧れの目線、憧れるよな。マジで別格です。オリジナル版でもクラウドと、まあオリジナル版でもやっぱクラウドが自分のことのように話してるんで、クラウドとセフィロス一緒に操作するんですけれども、クラウドクソ弱くてですね、でもセフィロスが強すぎるっていうね。世界初のマコールがあるところだ。うん、あ、世界初だったんだニブルヘイムって。そこにジェノバの首が安置されてるんですよね。の様子がおかしいって、大人たち、これは故郷にいたティファの話なんだろうな。はい、村の近くで目撃、このモンスターっていうのがジェノバの影響でちょっとさらに変異してしまったようなモンスターですね。村は自警団を作ったが手に負えず、神羅に事態の収拾。一応これクラウドがこんな知ってるのは一般兵として参加したからで、はい、俺たちだ。一応派遣されたけど語弊があるみたいな感じですね。ティファの表情ちょっと期待ですね。これからクラウドなんでそのことを知ってるのじゃないけど、あなた本当にいたみたいな表情してるんじゃないかな多分。うわこの音楽、あーオリジナル版でもね、この入り口に入るところで、あ、これ久しぶりの故郷なんだろう。これクラウドに話しかけるんじゃなくて、な一般兵に本当は話しかけてるはずなんですよ。俺には故郷がないとわからないんだ、うん、まあセフィロスはね、実験で生まれたからね。両親は北条とルクレツヤです。母の名はジェノバ。嘘です。俺を産んですぐに死んだ。あのジェノバは化け物ですね。父は、うん、ちょっと待て、ジェノバって、はい、死んだビルのあれか。一応ルクレツヤって本当にちゃんとした人間が産んでます。あ、父はは何も言わないんだ。あ、笑い方めっちゃ北条っぽい。これわざとそうしてんのかな。俺は何を話してる。さ、行こうか。あのね、笑うポーズ北条っぽさ満点でしたね。今から神羅屋敷とかに行くん。ああ。私は村長のゾンだ。なんかあれですね。ティファもね、故郷だとこういう格好をしてるんですよ。なんかカウボーイ的な格好。ティファのお父さんゾンダーだったっけ？なんか違う気がするけどな。そうなのかな。日暮れまで好きに過ごすといい。うん、これ故郷だからっていうのを言ってくれてるんですけど、でもちょっと違うんですよね、うん、どっちがクラウドだ。パルクールアクション。フィールドではドッジロールやジャンプなどのパルクールアクションをすることができます。クラウドの気分に応じた動きに自動的に変化します。へえ、リメイク版ではなかったですね。おコロコロだ、コロコロだ。あ、先輩、あ、軍に入ろうと思ってます。やっぱこれソルジャーじゃなくて一般兵のクラウドに、スタートボタン押したらこんなかっこいい感じになったんだ。リメイク版と全然違う。この頃のクラウドはレベル40。これあれなのかな、ミッドガルから脱出したバレットたちといるクラウドもレベル40なのかな。でバスターソード、全然装備が揃ってない感あるな。マテリアは回復、炎、霊気。へえ、あ、なんかちょっとね、このマテリアのあの今青く四角ついてるやつあるじゃないですか、これめっちゃ原作っぽいっすね。オリジナル版もこの表記ですとか、あのウィンドウの色がね、あの自分で設定で変えれるんですけどね、もともとはこんな感じの青色でしたね。懐かしい。じゃあどっちがクラウドだろう。しかし何にもない村だな、あんた。こいつはクラウドじゃなさそうですね。お前がクラウドか。幼馴染とかいないのか、可愛い女の子とかさ。こいつもクラウドじゃなさそうですね。あ、これだ。ほら、これ、これね、やっぱそうなんだ。あの今操作してるのはクラウド風のザックスなんですけど、ザックスが近づいたから話しかけたのかなって思ったけど、これ多分この青年は車の整備しているこいつに言ってんだ。うん。いや、クラウドじゃなさそうだこいつも。本物のクラウドどこにいるんだろう。右上のマップなんか結構リアルめな感じになりましたね。いろいろ変わったな。久しぶりの故郷だって、みんなの話聞こうね。みんなの憧れの的やん。ニブルヘイムこんな入り組んだ作りじゃないんですけどね、もともとのオリジナル版だと。クラウドの家は真ん中の広場から見て右側にあるはず。なんかみんなの噂話を聞いていきたいぐらいのところありますね。あれ、
あの風車みたいなやつがついてる、なんだろうな、あれ水とか入ってんのかな、そこにね座って俺ソルジャーになるよっていうのをクラウドはティファに言ったはずなんですね。その思い出の椅子じゃないけど場所だ。あ、パルクールできるってこと。あ、なるほどね。これパルクール忘れないようにしないとダメですね。前はなかったんで忘れちゃいそう。あ、え、こんなとこも行ける、すごいや。クラウド、こんなとこに入ってどうするんだ。これはこのゲームは時間かかるぞ。でもなんか入れる家は特になさそうな感じなんですね。あれ、こんな建物あったっけ。なんかこちら辺の家がクラウドの家。あ、そうそうそう、これこれこれ、マークがついてますし、多分これクラウドの家ですね。お、上に登れるんだ。思い出の給水塔、そう給水塔だ。もう行っちゃった。これあと神羅屋敷の話とかしたかったな。このニブルヘイムに神羅屋敷っていう屋敷があるんですよ。あー、これオリジナル版でもね、いろいろこのニブルヘイムのね、うん、故郷を探索してたらエアリスとかティファがいろいろコメントしてくれるんですよ。2年ぶりの故郷、うん、そっか。これこのクラウド、まあ想像だからな。でもティファは何を思うんだろうな。オリジナル版だと本当は7年ぶりっていうのはティファ分かってたはずなのにな。これ今ちょっと頭痛いってなってるんですかね。装備の感じがね、まるっきりザックスと一緒ですよね。さっきのザックスと同じ肩パッドじゃないけどしてますよね。あ、あっちの方に神羅屋敷、神羅屋敷とか、なんだろうな、世界初の魔航路って言ってた、魔航路につながる道があっちの方にあるんですよね。この右上の方ですね。あら、ここなんだ。体操に参加してたの。あ、体操、へえ。グラグラした。これミニゲームか、なんかの体操させてください。え、太極拳みたいなやつ、何もさせてくれない。あ、始めましょう。はいはいはい、懐かしいな。お、本当に参加してるクラウド、そんだけ。もっとしっかり踊ってよ。ソルジャーさんの体操見たかった。え、今は自由時間なのかいって、あんたは何時間を過ごしてんのよ、こんなとこで。なんか指揮者ですか。おお、カメラが急に引くやん、怖いやん。カメラ急に引いたら、この人何してんだ。こんな人はオリジナル版にいなかったぞ。あ、猫だ、かわいい。猫いっぱいいる。こんな猫いたっけ、ニブルヘイムって。もっとなんか殺伐とした、てか人口多いな。あ、上の方が神羅屋敷。あ、また体操に、クラウドが体操に座れちゃう。思わず体操に参加しちゃうクラウドだ。あ、そう、ニブル、あ、ニブル山じゃなくてニブル山なんだ。あやざす。ちょっと左側のクラウドくんの家は最後にやっぱ行きたいですね。ん、右側かクラウドくんの家。どっちだ。俺の実家だ。あ、こっちか。いや、関係あるんですよ。興味あるぜ。うん、聞きたいよね。やれやれ、俺も聞きたいもん。絶対に聞くよ。うわ、クラウドの家、燃えるクラウドの家だ。俺が子供の頃に死んだ。あ、やっぱ死んだんだ。あ、そう、このねポニーテールの金髪のねお母さんね、オリジナル版でも出てくるんですよね。ほとんど2年ぶりだった。あれ、クラウドに、クラウドにというかこの髪型ね、幼いクラウドもこの髪型なんですよね。あ、意外と声が若い。クラウドのお母さんだから美人だぞ絶対。あ、あ、似てる。嘘。うわ、クラウドなの。クラウディアさん。ただいま。おー、ぎこちないね。どれどれ、あったのかな本当に。姿よく見せておくれ。あのオリジナル版というか、これクラウドの妄想じゃなくてちゃんと合ってるのかな。これこれするね。え、めっちゃ美人。あ、これがソルジャーさんのってのおかしいですね。頭痛い痛いになってる。本当に立派になって。あ、これはね昔もあった気がするな。このベッドで寝転がってお母さんが料理してるみたいなやつ。女の子もほっとかないだろう。これね、クラウドおすすめの女の子をねクラウディアさんが言ってくれるんですよ。あなたにはこんな女の子がいいんじゃないかっていうことを。どんな女の子。恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。クラウド君は内気なので恋人はできません。俺は大丈夫。うわ、実家に帰ってきた感あるな。これちょっとお姉
さんで、お姉さんでぐいぐい引っ張っていく、ぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ティファしかおらん。ここはでも本当のことです。ご飯は食べてるのかい。これなんでこんな頭痛がってるんだろうな。でもね、クラウド、あー、あるある、でもあった気がする。そうだろう、クラウド、いっぱいパッパパッパお母さんが飛びながら話すみたいな。いつだってあんたの、うん、親親は大切にしろ。え、いいじゃん。え、ちょ、普通に家の中を探索したい。これ以上話したくない。くっそー、内気なクラウド。俺はクラウドに興味があるんや。なんかこっちティファの家。あ、黄色い花かかってる。これティファの家なのかな。ティファの家こっち側じゃなかった気がするけど、あ、こっちだったっけ。行きましたよ、そりゃ。